スリムクラブは、吉本工業東京本社に所属する日本のお笑いコンビ。2005年2月結成。共に、沖縄県那覇市出身。前田県ボケネタ作り担当、立ち位置は向かって、左。内間正成突っ込み担当、立ち位置は向かって、右。正式にコンビを組んだのは2005年2月であるが、当初は2人とも、オリジンコーポレーションに所属し、 それぞれピン芸人として活動していた。琉球大学在学中に二人は知り合う。高校までは前田が一学年先輩であったが、大学受験の際に、内間が二郎、前田は三郎。大学へは共に同期として入学した。出会いは入学して人が経った頃に、前田の友人が、面白い奴がいると内間を引き合わせたことが、きっかけであり。 その後はクラブへ飲みに行ったり一緒にナンパしたりする関係となる。大学付近の飲み屋街を二人で歩いていた際、単色の綺麗な土砂物を見つけた、内間のこの人、一品しか食べてないという一言に、前田は彼の人柄をすでに垣間見ていたものの、この頃は単なる飲み友達という間柄でしかなかった。その後新英伝はプロレス同好会へ入り、マササをもじった。 マササイコーというリングネームで活動。その時に身内以外の観客を笑わせていたことから自分の笑いは外でも通用するのではといった思いを抱き始め大学3年時に当時まだ設立して間もなかったオリジンのオーディションを受けるも落選してしまう。しかし当時は所属タレントも少なくオーディションに落ちた人たちにも見習い期間を設ける形で 事務所が面倒を見ていたことから、前田はその後ピン芸人として、事務所主催ライブへの出演を果たし、同格を表す。デビュー当初は、以前からのファンであった、陣内智則を意識した、正当派の一人コントを披露していた。その様子を観客として見ていた内間は、新エ伝デンに、感化されて、オリジンへ入所し、ピン芸人、コットン、内間としてデビュー。 全くネタの受けない日々が続く中、その翌年に無謀にも東京進出を、思い立ちオリジンを退所。NSC の東京校へ発揮生として入学し一足先に東京進出を果たす。その当時、沖縄出身ながら、東京で頭角を表していたキャンキャンに感化される。形で、内間の東京進出からおよそ3年後、新エーデンもオリジンを退社し上京。 東京で活動する際は再び事務所へ所属しなければならないと思った新英伝は手始めにすでに吉本で活動していた内間と連絡を取る。その時に内間からコンビ結成の提案を持ちかけられ事務所を探していた新英伝はその交渉をとりあえず承諾。しかしみんな高い金払って一年間頑張って吉本に入ってんだ。 お前だけ金も時間もカットできるか。お前、何様なのといった胸を、NSC の校長に切り出され、吉本入りを断られかけるが、前田は引き下がらず今まで沖縄でやってきた仕事の、話など3時間粘って交渉し、特別に、吉本工業入りを許可された。そのため NSC へ通っているのは内間のみで、前田は通っていないが、NSC、東京港発起と、 同期扱いとされている。内間は東京進出からすでに5から6回コンビを解消しており真剣に芸人引退を考え始めていたが、吉本入りを果たし行きようようとしていた新エ伝デント2005年2月には正式にコンビ結成。親しい仲間たちとコンビ名を考案しているとき、互が良く売れそうな言葉としてスリムを選び、その仲間たちをクラブと考え、 それらを足して、スリムクラブとなった。2010年の M-1 グランプリにて、決勝進出。結果は、準優勝。これをきっかけに人気と知名度が上昇。2011年には前田が、R、R-1 グランプリで決勝へ進出し、同年開催のザ・漫才にて、決勝進出。2016年の M-1 グランプリでは6年ぶりに、 決勝へ帰り咲いた。2019年6月27日、2016年にヘリカルプロモーション所属のモノマネタレントバンドを、タロウの仲介で飲食店オーナーの誕生日パーティーに出席したが、実際は暴力団関係者の会合だった上、いわゆる闇営業で吉本工業を通さず出席の対価として、 金銭を受け取っていた事実が判明し、無期限活動自粛処分を受けた。同年8月9日、活動自粛処分が、同月19日をもって解除されることが報告。なお、その後も、新エーデンにとって、唯一のレギュラー番組であった、探偵。ナイトスクープの出演は見送られていたが、2020年4月10日、放送部により番組へ復帰した。 2021年1月4日、2020から2021ジャパンラグビートップリーグアンバサダーに就任。吉本などで前田が演じるキャラクター。青いタンクトップにハーフジーンズ、サイングラスにとても大きなリーゼントという格好。的外れな言動で見ず知らずの相手をいつも振り回す。内間も何度か同じ格好をしたことがある。 前田が長年育ててきたキャラクターであり、漫才でも演じている。しかしこのコントでは内間は、新英伝を、変態呼ばわりするが、漫才ではしない。コンビ結成当初は M-1 にもザ・タカシの衣装で、出場していた時期もあり、前田曰く、失礼な奴らでした。新英伝のリーゼントのようなカツラは、トヨタセルシオのアームレストをモチーフとしており、かつて、 新エーデンが仲間内で即興ギャグ大会をやった際に一番受けた他人のギャグをキャラクター作りに活かしたもの。エンタの神様での新エーデンのキャラクター。フランケンシュタインに登場する怪物をモチーフにザタカシをアレンジしており、丸いサングラスをかけている。内間演じる博士の指示することを行おうとするが、いつもずれたことをして突っ込まれる。 序盤はほぼ必ずと言っていいほど、他の芸人、タレントのネタやギャグが入っていた。最後は、頭や股間を強く打って、思考停止となり、思考停止、パニッパニ、パニッパニ、パニパニパニック、パニッパニ、パニッパニ、パニッパニクニ,ニッパ、と踊りながら言って終わる。オチは、博士の、次回も、お前の力を見せてくれるかの問いかけに対し、いいよ。 と答え終了。また、人造人間という設定である。内間は、紹介画面のみに登場し、フランチェン役の新エーデンの後ろで顔出ししていた。ハーモナイザーで低く変えた声のみの出演で、ステージ上に登場することはなかったが、最後の出演で初めてステージ上に登場した。オープニングで使用している曲は、プリンスの、ブラックスウェット。 エンタの神様に出演していた、当時のギャラは最高で月50万円であったという。このように本職はコントであるが、コントではあまり成績はかんばしくなく逆に本職では、ない漫才では高成績を残している。現在出演中の番組過去に出演した番組、その他他多数。ありがとうございます。